今日は足し算をやろう中学校の足し算は見てやたらとねこのカッコだったりプラスマイナスの符号がたくさん出てくるでもこれは見かけ倒しだよみんなが気をつけるのは実はここだけでいいポイントね足し算のカッコの外し方うん、足し算のカッコはプラスプラスと続いたカッコはここねこれは実はプラス2のことそして プラスマイナスと続いた括弧プラススマイナスと続いた括弧はマイナスの方が強くてマイナス2になるこの2つの置き換えさえ覚えておけばちゃんと解けちゃうよじゃあ問題見ていこうじゃあ例題見ていくよ次の計算をしよう。丸1見ると、う。これが中学校の足し算ね。 じゃあどうやって計算するまずは普通にイコールでつなぐよそしてこのカッコがついたプラス2ってことは、うん、プラスの記号は省略していいから実は2のことねでみんなが戸惑うのはここプラスとカッコのプラスの3プラスプラスと続いたとき、うん、この2つ続いたらどうしたらいいのって思うよねそこで今日のポイント確認するよ、うん、今日のポイント 足し算の時のカッコの外し方1つ目はプラスプラスと続いたときどうするかそれはただのプラス2のことねプラスプラスはそのままプラスこれを使って計算するとうん、丸 ① ではプラスプラスと続いてるねプラスプラスと続いたらそのままプラスで3をつなげて2たす3あ、2たす3だったらこれ小学校の計算だよねつまり答えは5 これが答えね。で、まあ答えによってはここプラス符号をつけてもいいけど、プラスは省略してもオッケーね。じゃあ次見ていくと、丸の2。今度はカッコプラス2プラスカッコのマイナスの3。やっぱりやたらカッコとかプラスマイナス記号が出てくるけど、やることは同じだよ。まずはじめのここカッコのプラスにはただの2のことだったね。みんなが注意するのはここプラスとマイナス符号が2つ続いたとき。 プラスとマイナスはどっちが続いた時はこれはマイナスの方が強くなるだからマイナスの符号になるよプラスマイナス続いた時はこれえどっちって迷うけどマイナスの方が強いだからマイナスねじゃあ見ていくとここプラスとマイナス続いたらどっちが強いそうマイナスの方が強いからこれはマイナスね で3を続けて2引く3これだったら小学校の計算にほとんど近いよね。うん、2からマイナス3するとこれはマイナスの1が残るよ。これが答えね。じゃあ丸の3。今度はカッマイナス2プラスカップラス3計算しよう。まずはカッコがついたマイナス2。カッコついてるけどこれただマイナス2のことね。 そして、みんなが注意したいのは、この符号が二つ続いたプラスプラスパターン。プラスプラスはどっちだっけ。そう、そのまんまプラスだから、プラスの三。マイナス二にプラス三すると、これは一が残って、これが答えだよ。じゃあ、練習、これも一緒に見ていこう。次の計算をしよう。マルチ見ると。うん、括弧のプラス一、プラス括弧のマイナス五。 計算するとまず括弧のプラス1はこのまんま1だったのよそしてみんなが気をつけなきゃいけないのはここプラスとマイナス符号が続いた時どうなるプそうマイナスの方が強いからプラスマイナスだったらマイナスで51-5ね。これだったら小学校の計算に近くってマイナスの4これが答えになるよ。じゃあ丸の2ね今度は ママイイナナスススのののプラ計算するとッコがついたマイナス1はそのままマイナス1になるよ注意したいのはここプラスとマイナスどっちプラスなのかマイナスなのかそうマイナスの方が強いよねだからマイナスの3マイナス1マイナス3合わせるとこれはマイナスのこれが答えだよじゃあ三今度はマイナス9プラスコプラスの8 計算すると初めはもうマイナス9そのまんまカッコ外せるね注意したいのはこっちププラスプラススと符号が続いた時はププラスプラススだったらそのまんまプラスで8マイナス9にプラス +8 すると残るのはマイナスの1これが答えね。じゃあ4今度はカッコプラス +6+ プラスカッコのマイナスの7計算すると初めの部分はそのまんま6になるね そして注意したいのは符号が2つずいたこれプラスとマイナス2つずくとどっちプラスとマイナスだったらマイナスの方が強いからマイナスの7になる6く7はマイナスの1これが答えだよ。じゃあ丸子ね今度はププラス2分の1プラススス分分ののマイナス4分の1見ていくと、うん、まずは初めの部分分数が出てきても同じだね。 プラス二分の一はそのままカッコを外して二分の一。注意したいのはここプラスとマイナス符号が続いたときはどう？プラスとマイナスはマイナスの方が強いよね。だからマイナスがついて四分の一。二分の一引く四分の一。これを計算しよう。ここで分数の計算、うんちょっと苦手だったなってこの方が多いと思う。そこで復習しよう。復習ね。分数の足し算引き算。分数の足し算引き算どうやって計算するんだっけ？ それは四分の一プラス二分の一。例えばこんな式があったら、注目するのは。下側分母って言うんだけど。この分母に注目しよう。そうすると、四と二という数字あるよね。ここが揃ってないと、足し算引き算はできないの。だから。二。これに注目して、二を強引に四に合わせにいこう。そこで何するかというと、次見てほしい。四分の一はそのままで、二分の一。これに強引に四に合わせるために。 下の分母に2をかけちゃおう。そうすると2かける2で4になるよね。でも下に2をかけたら上の人もこれ不平等だよと。私にも2をかけてということで上にも2をかけてあげる。そうするとどうなる？2かける2は4。そして1かける2は2で4分の2。ちゃんと44で揃った、ね、やってるのはこれね。ここ大事なのはここだよみんな。うん。 分母を揃えるね上と下に同じ数字をかけて数字を合わせにいこうこれが分数の計算のコツねじゃあ同じように丸ご見ていくと二分の一引き算でも同じね注目はここ2と4揃ってないと計算できないだったら2を4に合わせにいこう小さい方を大きい方に合わせにいくのねそうすると2に 2をかけるると4になるよねで問題はここの11にも2をかけてあげないと不平等だから2をかけてあげるそうするとこういう式になるよねで計算すると分分の2 4分の1こうして4と4揃ったらようやく一緒にできるよ。計算すると4分の2引く1。 こうなって、4分の1。答えは4分の1になるよ。じゃあ次見ていこう。6番。プラスの2.5プラス括弧のマイナス1.5。小数が出てきてもやること同じね。まずは初めの括弧プラスを取っちゃって、括弧も取っちゃって2.5ね。で注目したいのはここ。プラスとマイナスついたらどうする。マイナスの方が強いからマイナスがついて数字は1.5。 2 5く1 5だったらこれは答えが1.0まあ1とだけしてもいいけど合わせて1.0にしとくよこれが答えね。今日のポイントね中学校の足し算は2つ押さえてプラスプラス続いたらプラスプラスマイナス続いたらマイナスこれだけ押さえておけば大丈夫だよ。